ガズレーシング IQ、気分はすっかり、モナコを見下ろすモンテカルロラリーの名所ジュリニ峠という感じですね。今かなり急な峠を、右に左にコーナーをクリアしながら駆け上ってるところですけども、ここで分かるのは結構エンジンパンチがない、実は。というのはエンジンパワー自体はこの車の重量に対して十分なんですが、ギアレシオがこれヨーロッパ向けのクルージングを、主な目的にしたギアなんでかなり高いんですね。例えば、トップギア6速で100キロが2300回転とかなり、低いんです。その分全体に回転が上がらなくて、例えばこういうヘアピンは思わずローに入れて、それでもこれぐらいギャーッとならずにいきますね。ですから、日本のちょっと腕試しをしたいような峠では多分ほとんど2速で思い切り回ることになると思うんですが、ただ、車の動きはとてもフラットです。強化されたスプリングとダンパーだけじゃなくてスタビライザーもしっかり踏ん張るので、こう外観から想像するような不安定感は全くない。しかも非常にこうなんていうのかな、安定感が高いですね。車がまっすぐ走ろうまっすぐ走ろうとするので、コーナーではわざとグッとこうきっかけを作るように切り込んでやる必要があるぐらいです。これも予想外の安定性ですね。ブレーキは効きももちろん、強力なんですけれども、ペダルのストロークが短くて、グッと踏んだまま、その踏んだ力、足の裏の力を微妙に加減することによってコントロールできるという、非常にそのスポーツタイプにとって、上出来なブレーキだと思います。カメラの映像でわかるでしょうか、カーブでの安定性の良さ。今かなり強い横 G をかけてます。ですから VSC が作動しかけてちょっと警告灯が点滅するんですけれども、それでも全く安定性は損なわれません。さっきからコーナーでずっと皆さんご覧の通り車がとても安定しているのは確かなんですが、こういうホイールベースの短い、全長の短い車を、安定させるためにやっぱり、ちょっとバネダンパー硬いのは事実ですね。それはこのこういうピッチングの動きを特に警戒してのことだと思うんですけれども、それだけにちょっと逆の効果として、乗り心地っていうかガツンガツンと硬いショックじゃないんだけど車全体が上下にわしわし揺すられる傾向は、残念ながら出てると思います。これは私もそう感じるんですけど、どうですか、リアシートをかなり突き上げを食らうんじゃないですか。そうですね、ちょっと跳ねますね、とリアシートでも言ってますね。そういうレース的な走りをするのが目的ではありませんけれども、ちょっと今舗装が荒れたところですけども、だからといって跳ねるわけじゃないから危険にはつながりません。ただかなりやっぱりサスペンションの味付け意識したらしくて、この、ブレーキを残してコーナーに飛び込んでなおかつアクセルを戻すとちょっとだけ、本当なら巻き込んでしまうかなっていうような動きが出ることもあります。もしかしたら、雨の峠なんかではちょっとその辺要注意かもしれません。こういうふうにとてもよく走るんですけども、これはチューニングを褒めるというよりも結局ベースになった IQ の素性がいいというふうに解釈すべきではないかと私は思いますね。やっぱり、ベースが良くないとチューニングしても良くならないですから。ですからこれでこの状態で走れるということはさらにパワーアップして、例えばスーパーチャージャーをつけるとかターボをつけるとかしても、それ余裕で吸収できる車種足回りではないかと、大体今のところは判断できます。ヘアピンに向けての突っ込みでもこうつんのめるような姿勢にならないですね。それは短い車の場合とても気になるポイントなんですけれども、それがないという点ではとてもバランスのいい車だと思います。この IQ ガズーレーシング、限定生産100台がもう売り切れてしまったのは大変残念なんですけれども、これだったら、ちょっとスポーツ心で毎日過ごしたい、だけど、次世代的なコンパクトカーで街を走りたい、そういう、ちょっと何て言いますかね、知能指数の高い自動車生活をしたい、両方の目的この1台で十分達成できると思いますね。